加藤清隆のシーフクローズアップ。実は最近安倍総理と一緒に2時間夜の機会がありました。新聞の主要動線にも出てない、まあ、極秘というのはちょっと大げさですけども、非常に、ね、総理が親しくしてらっしゃる方とですね、だけだったと。総理も談論不発といいますか、かなり痛いことを随分おっしゃったことがありました。まあ、もちろん完全オフレコの話なので、全てを皆様にお伝えするわけにいきませんが、まあ、一つは変な週刊誌が総理が病気になってる、命が危ない、ぬんと書くとかありますけど、そんなことない。本当にお元気で、まあ、酒はもともともう飲みになりませんけども、食事も よく取られておったし、何よりも、まあ、発言にですね、すごく力があってですね、大変気合が入ってるというふうにお見受けいたしました。まあ、一つ明らかにできることはですね、実は昨年の12月の衆議院解散 総選挙のことです。そのことについて僕こちらから聞いたわけではないんですけども、総理の方から、実は昨年の選挙はもちろん、これはもう公表された話ですから、要するに消費税の再値上げをめぐって財務省との圧力があってということでしたが、当然総理もそのことをお認めになった上で、再値上げを阻止するためにはもう解散する以外ないんだということを思ったと。それで10月半ばに、中旬に決断したとおっしゃってたっていう、これ一応確認しました。もう一つなるほどと私がすごく思ったのは、安倍総理の母方のおじいさん、岸信介元総理ですね。で、岸さんのことを大変意識したとおっしゃるんですよ。おお、なんかなと思ってたら、岸総理が、60年安保改定をめぐってアメリカに行き戻ってこられて、その足で、岸総理は衆議院を解散したかったらしいんですよ。ところが自民党の中からそれを足を引っ張るものが出てですね、できなかったと。それで結局岸政権も崩壊するし、もちろん岸総理も辞めざるを得なかったということにならないようにしたと、安倍さんは。だから逆に今度は何が何でも解散するぞということを思ったらしいですよ。これはですね、よく岸さんとの比較で今の安倍総理って言われることありますが、ああ、やっぱり相当強く意識されていたんだなということは、本人の口から初めて聞きました。これは一つ、結構重要な話かと思います。でもう一つ、これは世間的に言われるということで、僕も勘違いしてたのは、世間的には総理がその消費税再値上げを阻止するためにということを申し上げましたけど、そこまでは僕も知っておりましたけども、世間的にはそれに対して菅官房長官は反対したと言われてるんですが、総理は明確に、いや、菅長官は一番先に総理ぜひ解散しましょうとおっしゃいましたとおっしゃってたので、これは今度の解散は総理と官房長官が仕組んだ解散だということは明確だというふうに思います。もちろん幹事長の谷垣さんも賛成したし、谷垣さんはその時に総理資金はちゃんと用意してありますとおっしゃってましたと言ってましたので、まあ、今回の件については、まあ非常に意表をついたというふうに言われてますけども、まあ、意表をついたというよりもかなり信念に基づいた総理の決断であったと、衆議院解散だったというふうに私も思いました。まあ、結果的には公明党と合わせて衆議院の3分の2を越したわけですね。ということは憲法改正の発議の最初の要件、衆参両院で3分の2以上という衆議院のその3分の2を確保したわけですから、最終的には安倍総理はやはり憲法改正をに行くんだと、その時におっしゃったわけではありませんが、おそらくそういう意思を固めておられると思います。ちなみになんですけど、はい、安倍総理と飲まれた時って、うん、安倍さんってどんなになるんですか？まあ、もともとは酒の量っていうのはあまり飲まれない方なんですよ。それでも一次政権の時に比べたらはるかにお飲みになるようになった。一次政権の時にはもう潰瘍性大腸炎という難病を抱えていましたから、ほぼゼロだったのが、二次政権あるいは今第三次政権ですけど、結構飲まれるようになったというのは事実で、まあ、非常に明るくなられるし、語気が強まるというか、
っしゃる、あまりそのはしゃぐみたいなことはもちろん現職の総理でいいですが、そんなことはないんですけど、ただ自分の信念に基づく話はこうですっていうふうにかなり強くおっしゃる。しかも僕らこの前も聞いてて、こんなこと言っていいのっていうぐらいズバッと踏み込んでくるんですね。今の話もそうですけど、もっと実はもっといろいろありまして、これは公表まさにできない、それくらい強い信念に基づいて呼吸を強めておっしゃってたというのが僕らの本当に強い印象でしたので、まあいろんな、これから安倍総理にとってこれからいろんな山が待っておりますけども、私はもう背水の陣を敷いてますから、安倍総理そう簡単に潰れることはないんじゃないでしょうかね。私は期待していいんじゃないかとも思っております。